巨人大城、うっかりセリーグギダ数1位に。こちらセリーグギダ数、中野選手とともにランクインとなりました。ホームランの打てるバント職人、ベンチがアホやから野球にならへん、こんなことしてるから勝てないんだよ、アウト増やして回に回す仕事、打てば併殺出れば各駅、権利うまいのが悪い下手くそだったらアラもサイン出してない、これが直感型 ID 野球につながるんやな、バントさせるから甘くなったのでは、学校側に見つかったら退学じゃないの、先生優しいやん、2ストライクまで失敗しろ、そっちの方がチーム勝率が上がる、打棒に期待してないなら5番に置くなよ、2塁から帰ってくるようなチームじゃないのにな、どうせホームラン待ちしかできないんやから3アウトになるまでくじ引き続ければええんや、立浪でもこんな采配しないからな、お城に11ギダだけで NPB で一番無能まであるわ、大城って好きに打たせておけば20本以上普通に打ちそうやのに、三浦のバント好きも頭狂っとるわ、しかも成功しないからな、左右病とバント外事の合併症救いようなさすぎだろ、でも投手以外のバントは巨人が一番少ないんやろ、巨人の強打者はみんなバントがうまい説、地球上等の岡本の後ろに置かなければ良いのでは、ご視聴ありがとうございました。